ここまで出たい選手をファンが選ばないとかひどくないか？さ。かわいい。オールスターで何かやりたいことあるんやろな。YouTube は好き。投票ランキングは下がりっぱなしの模様。今永さんより上に行きたい。悲しいなぁ。そんなに出たいのか。防御率5点台のやつが出られるかよ。もう監督推薦に切り替えろ。高須なら頼めば選出してくれるやろ。横浜ファンは今永に入れてそう。その通りな気がする。こいつファンさえな。今永、東、バウアーで票分かれてるからしゃあない。来年も残れば出れるやろ。草生える。こいつ野球の才能以外はあるよな。ノイジーが選ばれるファン投票やぞ。数の暴力で叶うはずないやん。勝手に潜入したらええやん。別にバウアーと戦わせたいほどの将来有望な打者はパにおらんからな。日本のオールスターなんて出て何になるんだよ。YouTube のネタになる。この人毎日めちゃめちゃ楽しそう。プロスピでやれ。川崎祭り、投票してるぞ。YouTube でオールスターの裏側見たいのはある。先日も京セラドームで、観客の一人として観戦しようとしたところ、警備員に止められてましたねう。まだまだ目の離せないバウアーさん、オールスターぜひ選ばれてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。